はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、今日はね、えー、アイコニックモーメント、えー、ウシーバイエルン、弾いていこうと思います。まあね、弾くって言ったからには、マジで、この、ルンメニゲ、あとこの、マティウス、弾こうね、絶対弾こう。で、ちなみに、この、ベッケンバウアーは、あの、うちの持ってるので、ちょっといらないです。はい、ということでね、弾こうと思う。で、コイン8790あるんでね、<laughs> 1体欲惜しい。ほんと、 あの、マテウスかルンメニゲ、どっちか出たらもう終わりにします。それでまず1回目、いきます。頼むぜいやー、出ないか。ほんとね、この日もね、どんだけ待ったか。マジで。これよ。うーん、まあまあまあ、そんな、まあノイヤか。まあ、そんなすぐ出るわけないからね。まあ引、引いてこ引いてこまあ、20回以内に出たら結構いい方。うーん、久しぶりだな、なんかこの感覚。 最近ちょっとアイコニックね、引いてきてなかったからね。まあまあまあ、そうよな、そうよな。前確か引いたアイコニックが、あの、キャンベル。アーツネルアイコニックだったから、その時はね、キャンベル2で終わっちゃったんだよ。うん、ちょっと、キャンベル、かぶりゃちょっとマジ良くないね。キャンベル2。お、ミュー,ー。いやー、ちょっと、何回目だ今。これで、えー、7回目かな。はい、7回目、出てないですね。 はい、次8回目うーんもうこれちょっとさめんどくさいなこれいちいちこの飛ばすのがおしゃキリねシャキリ僕結構好きなんでこれはちょっとまあ嬉しくはないけどまあ嬉しいとでも言っておこう、まあ、頼むぜこれ10回目かな うーんこれ普通の白の演出でもさなんかアイコニック来ることをちょっとあまりにあってもらいたいよねもうピンクだったら確定っていうのはうれしきゃうれしいけどなんか白の時計のこの残念さがさあるからそこのとこはどうにかなんないかなウルサリコうるさりこうん正直マテウスかルンメニキどっちが欲しいって言われたらまあどっちか まあどっちも欲しいんだよな。マテウスも結構欲しいんだよな。中盤で2列目から飛び出し欲しいんだよ。まあランパード引けっていうコメントもあると思うんだけど、まあランパード。<laughs> まあでも良かったんだけどね。チェフが正直そんなにいらなかったから、あの、マテウスまで待ったって感じだね。本当にルーメニゲか。マテウス、頼むぜ。出なそうだからちょっと飛ばすか。いやでも飛ばしたらね。あれだ。 もうすぐ分かっちゃうんで、すぐね、この、卑く、大変さをちょっと分かってもらいたい、この動画を見てる人に。フィニシウス・ジュニオ俺。何回出んだまだ出ないか。もうそろそろ出てもいいんじゃないてか。こんな出ないまあ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 、出なくて別にいいよね。正直もう、90、90回全部回して、出なくてもまあ、そんな、うん、いいから。うん。出なくていいよね。 出なくていいよ。ちょっと無心でやっぱ増した方がいいかな。出なくていいと多分出ないから本当に。出るってこと多分ないと思うんだよ。お願いします。頼むぜ。おお来た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 よたこっからよこっからこれ誰来来る来た来い来い来い来た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 来 ルンメ逃げかいや、これ、これ待てです。ルンメ逃げです。ありがとうございます。やったぜ。<laughs> はい、じゃあね、えー、今回はこれで動画に終わりにしようかなと思ったけど、ちょっとこのね、POTW この FP、これ来てるから、これちょっと引こうかな。このザーハ欲しいんだよね、結構これ。ウィングストライカーなんだでも1、2、3、4、5、6、7、8。 スキルがね、8しかついてるい。あ、ま、でもワンタッチシュートとかないから、ま、どうなんだろう。前、まあ、もちょっと欲しいかな。あとこの、セルゲイ。あとデブラインもなんか強そうだから欲しい。あとは、ポグバー。や、ばでもそんな欲しい選手いないな、正直。こアズムンとかどうなの絶対強いしょ、これ。アズムン知ってるよ <laughs> あ。これなんかさ、あれ、アジアのチームにいなかったっけ、前。いや、多分気のせいだわ。いやちょっと、出た記念に、これ、一発引くか。 このこ楽しみだよね、この、これ、どこの国に落ちるかって。いや、これはアズムンじゃねこれ、アズムンでしょ、これ。ゼニとゼニとこのユニフォームは。はい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 。ありがとうございます。アズムンいや、でも、アズムン結構強いと思うんだけど、これ、どうなのオフィスもマスは当たり前か高いな。スピード、瞬発、高いよ。まあ、フィジカルコンタクトもあるかもね、これ。最強なんじゃねいアズム ワンパワンて持ってるえ、これ結構使いたいな。身長も普通にあると。適正あげればウィングもできるのトップ下もん。ええー、これ結構当たりだと思うんだけど。皆さんどうでしょうどうしようこの厚分出たからもう引かなくていいんだよね、正直。あと惜しいのは、まあ、ポグバー。ーハーぐらいなんだけど。まあいいや、じゃあ今回は。 ルームミニキ出たってことで、これで終わりにしたいと思います。すぐ終わったね。確か前はね、前は何回も弾いたんだな。前何回も弾いて、なんか、キャンベルかぶりとかあったから、本当もう、それは残念です。まあかったね。今回は本当にもうかぶりになっちゃうんで、このマティウス1点狙にやると、さすがにそんな僕はリスクを得ないので、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。